ショータイム、二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、うん、コメントいただきました。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。エニアグラムタイプ5の動画に対して、うん、ある男性ですかね、うん、ウイング、まあ、男性かどうか書いてない、書いてないんですけどね、はい、ウイング4か6かが定まらない、うん、判定できないタイプ5ですと、うんうん、で決定的なやり方はありますでしょうかという、うんコメントいただきました、うん、ありがとうございます。これ見た瞬間にわ、うん、って出てくるのは、うん、本当にタイプ5かまあこの人と見たこともないし、そうそう、このコメントだけなので、ね、ちょっと短かったですねあのこれを疑う理由をそもそも見つからないで今度はこっちに行きます。なるほどなるほど、そうですね、うん、じゃあ5だと、5だと、まあ、で探りようがないので、すいません、もう僕のね悪い癖ですね、この、うん、出ましたね、うん、でじゃあ5ですよと、うん、で僕もごっくんしました、うん、じゃあウイングどっちかって言われると、うん、そのやっぱりこの、うん、こういったエニアグラムの方、うん、大好き僕、うん、あのバイブルを見るとやっぱりその4と6で、うん、4と6でキャラクターが結構変わるように描かれていて、うん、そうなるとやっぱどっちかなっていうのは気になるんですよね、うん、であのこの本ではウイングはそのどちらかですよって言ってる、うん、がまた別の本だと、うん、ウイングは両方持ってるっていう本もあるんですよね、うんうん、なんでこの4のいいところもあるし、うん、悪いところもある、うん、6の悪いいいところ、うん、悪いところも持ってる、うん、で強いのは5、うん、っていうのも紹介してるのもあって、うん、僕最近なんかそっちなのかなとか、うん、いやむしろその4と6持ってて、うん、5だと8も持ってる、うん、7も持ってる、うん、みたいなところなんじゃない、まあ、要はタイプって、はい、全てのタイプの要素を持ってますよっていうのがそもそもエニアグラムじゃないですか。そもそも、はいはい、でそうすると4的要素も5的要素、あ、6的要素も持ってるって話ですよね。もうそうですね、うん、はい、で要はこの強弱の問題じゃないですか。どっちをたくさん持ってるかみたいな、まあ、そこは意識してるのかとか、意識してるのかっていうか、まあ、意識の無意識の部分だったとしても、あ、なるほど、はい、どっちをたくさん持ってるか、はい、で同等レベルのものだっていう人もいるじゃないですかと思うんですよ。僕はそう思います。あと同等っていうか全く一緒はありえないかなと思うんですよね。あの、まあ、数学的に言うと、うん、なるほど、合理的の方ですからね。1と 0.00001 は全く別のものじゃないですか、はいはいはい、こう物理の世界だと、はい、だけどこう一点見たら1と 0.0001 は一緒ですよね。一点1と、あ、例えば 1% と 0% には無限の隔たりがある。おお、なんかっていうのがこう物理的な、見てる人は好きそうな話だと思います、うん、質問者さんは、はいはい、こう無限の隔たりがあるわけ、はい、全く別のものですよ、はい、1% と 2% は全く別物、うん、だけどこう外からパッと見た感じでは似たようなもんですよ。ごめん、 僕の場合だともうどっちでもいいじゃんって今思いながら聞いてました。だけど、はい、どっちかって言ったら、まあ、どっちかにはなるんだろうなっていうのが僕が思ってるところ。はいはい、だけどそこを追求していっても似たようなもんなんですよ僕途中で今寝てましたもんっていう、あ、だからこういうことを考えるから僕5じゃないかって最初は思ってたりするっていうのを考えてらっしゃる可能性はありますよね、うんうんうん、僕はもうなんかもうどっちでもいいじゃんどっちでも なので、はい、であともうどっちでもいいじゃんって僕も思う理由として、はい、あんまりこうウイングが4だから、はい、6だからって、はい、こうした方がいいってあんまりなくないですか。この人はねそういうこと言い出すんですよ、はい、6の人は例えば不安を手放しましょうみたいな、まあ、エニアグラムって基本トラバレを手放しましょうの話ですからね、うん、はい、でそこでじゃあ6ウイング5の人、あ、今5の話だから5にしましょうか、はい、5ウイング4の人は何々に気をつけましょうって話がそもそもあんまりない気がするんですよ。要は、うん、まあ、4のとらわれの部分もちょっと持ってる、うんうん、6のとらわれの部分もちょっと持ってる、でちょっと持ってるってそんなに重要なことですかっていう話、あ、そうっていうのと、まあ、ウイングって例えば5って言われると、はい、もうステレオタイプ的に5じゃないですか。そう、ステレオタイプの印象はどうしても強いんですよね。そうすると若干外れる人が出てくる。
あここまで5じゃないなみたいな、はい、っていう時にウイングっていうものを持ち出されると、はい、ちょっとしっくりしたりするじゃないですか。なるほどそういう目的にウイングがあるんじゃないかなって僕は思ってたりするんですよね。っていうと僕はもうない話なんですけど、うん、僕は今、うん、その6なのか、うん、3なのか、うんうん、みたいなところで今、うんうん、ふわふわしてるんですけども、うんうん、もうそれでいいのかなと思ってるんですね、うん、もうウイングでもなくてもう6と3ちょっとどっちか握っててっていう、僕としてはどっちも手放しましょうだ、ね、あそう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 、とらわれがどっちが強いかって結局そこなんですよね。で要はパワーバランスなので、はいはい、こう似たようなところに行ったら迷うと思う。先週、まあうん、あの2の話を聞くと、うん、あ2も僕あるなってなるし、だったらもう全部のとらわれを知ってると、うん、だから全部気をつけましょうってなると丸くなるじゃんと思ったんです。2の悪い部分もう分かる、はい、そうするとその悪い部分っていうのは2にとってはだけではなくて、はい、全ての人にとって悪いことって話ですもんね。でそもそもなんかその、うん、よく、哲学のテーマここにないんです、ね、最近ハマっている、うん、あのこちら、うん、史上最強の哲学入門というような、うんはい、東洋哲学編なんですけども、うん、あのここにあの十牛図っていうのが出てくるんですね、うん、最後の方に、うん、禅の教えみたいな話で、まあ、それってあの成長の階段なんですよ、うんうん、で最後十に到達するみたいで、まあ、他の仏教でも十戒っていうのがあって、うん、それも成長で人にはそのなんか仏心みたいなのがあると、うんうん、ごめんなさいねこのエニアグラムの話で、いや持ってるけど手放せないものがあるからなかなか上に行けないみたいな。でエニアグラムもそもそもその本だとその成長の段階だみたいな話がされるんですよ。で9回ると10に行くみたいな話で、でなるとなんかまあ全部人は持ってる、全部人は持ってるっていうのが、まあ、そも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 エニアグラムもそうですもんね。でそこでウイングの話を持ち出すと、はい、まあ、だからちょっとしっくりくるためにウイングをつけてんじゃないかな。要はタイプ分け、自分のタイプが分かるようにするために、はいはい、典型的な5って言われると6寄りの人とかって、はい、もうちょっと僕社交的だしなみたいなことを思ったりするわけじゃないですか、はい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 、そうするとこう研究者で引きこもって何かをしてるって言われると、はい、そこまでしてないなって、あ、ほんじゃ僕5じゃないかもしれないみたいな。なるほど。だけどウイング6のウイングっていうのがあって、はい、それ6のウイングの人は人とのコミュニケーションもとかって言われると、はい、ちょっとしっくりくるわけじゃないですか。なるほど。でもなんかもうその悩みはもうもったいない、そのことで悩むならもう、うん、好きなことで悩んだ方が、うん、っていういいじゃんって、しっくりくるために、はいはい、ウイングつけてる、はい、じゃないかなって僕は最近思ってるんですよ、ね、あ、なるほど。こう納得いくための、はい、うん、でこうウィング6だからこうしましょうとかってそもそもあんまりないですよね。そうですね、ウィング4だから5、まあ、ウィング4の人はこういうところに気をつけましょうちょっともう、うんうん、そう、もうじゃあ全部とらわれしてるならもう全部全部気をつけましょうで、うん、そもそもいろんなのがとらわれなので、はい、面白いですけどね、うん、でもまあ僕もその一時期とてもどのタイプなんだ、うんうん、自分がどのタイプか気になるっていうのは僕も気持ちは分かります。そうで、うん、それをずっとやってて、うん、あの僕に教えてくれた人に、うんうん、どのタイプなんですかね、うん、気になってるんですよって言ったら、うん、どのタイプでもいいんですよって言われた時にちょっと殺意を覚えたんですねこっちは悩んどんだと。でもまあタイプで悩むのって無駄ですからね。で その境地にその2年かけてようやく、うんうん、あ、もうこれを言ってたんだ、そうこれを言ってたんだねってどのタイプでもいいじゃんっていうのはちょっとわかる、うんうんうん、あ、大切だよもわかるし、うんうん、もうどのタイプでもいいじゃんっていうのも最近、うんうん、そうだねってそうと思います。で特にウイングなんてまたさらにこう重要度が低いかな、そうですね確かに、うん、でも、うん、まあ今の僕としてはもうどっちも持ってるし、うん、まあ、全部持ってる全部持ってるで、どこが、そう、全部持ってるなんですよね、はい、一番どこが強いかってだけの話ですから、ね、はい、うん、僕はもう今もう、うん、って言われるとあなたは今じゃあタイプ何のウィングなんですかって言われると、うん、もう分からない、
僕はもう今わからないです。だからあのだと思います、はい、6だと思いますとか3だと思いますが正解なんですよ。でももうわからないですよ。わからないけど、はい、その思いますが、まあ、もう思いますも今もうわからない、言いづらいですね、ありますけど、はい、まあ、でもしっくりとくるところ、まあ、どっちもある、今どっちもある感じですもんね。どっちもある、不安もすごくわかるし、言うと、うん、不安はみんなあるでしょって言われると不安みんなありますよね、うん、でうまくやりたいって気持ちあるでしょ、うん、うまくやりたいもありますよね。それ言うと、はい、だからみんなあるんですよ。そうだからみんなあるんですよになるんですよ、うん、でどっちが強いですかって話ですじゃないですか、タイプを特定するって話だ だとそうなるともう多分無意識の部分なので、うん、もう分からないです、うん、で、まあ、探っていきましょうみたいなのがエニアグラムだったり、はい、はい、そうですね、うん、だと、うん、面白いは面白いです、うんうん、面白いねと思います、うん、今でもずっと本読んでます、うん、だからその時々によって、はい、3だと思いますとか6だと思いますとかっていうのが、はい、今ちょっと不安が強い、やっぱり自分が不安が強いなって思ってる時は6だと思いますってなって、はいはい、みたいなところでこう探っていきましょうみたいな。だから意識する部分はやっぱりそっちなんですよ、うん、でも基本やっぱ無意識の時に自分がどう動いてるかじゃないですか。そこをなかなかその、うん、自分で知るっていうのはやっぱちょっと難しい。無意識ですからね、だから意識してる部分で取り上げると僕は6ですよ、うん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 、ただその突き動かされている、うん、その無意識のところにどのタイプがあるか、はい、そうなんですよね。で突き動かされているのはもうモテたいなんですね、うん、モテたい多分、はい、あの目立ちたいモテたいなんですよ、うんうん、おそらくモテたいは、はい、男ならある本能的なものかもしれないです、はい、ああ本能がきますかね。そう、 そうかもしれないんですよ、うんうん、なんかちょっとこの辺はね、うん、また一緒に悩んでいきましょうと思ってます、はいはい、一緒にできればなと、うん、なのでこの動画の結論としては、はい、そもそも決定的なものはありますか。あ、今ふわっとしましたね今ごめんなさい。その4と6、はい、ウィング4と6で迷ってるんですけど、はい、その決定的な違いはありますかみたいなっていう動画に対しての答えが一つも出てないですけど、やり方はありますでしょうかだと出してなかったですね、うん、だけどまあそういうもんでいいんじゃないですかっていうのがこの動画の、あ、そう、今のあなたが正解ですじゃないですかね、うんうん、あ、というと僕も迷ってます、うん、探っていきましょう、探っていきましょうですかね。多分その無意識のところなので決定的にこうなんか血液取ったら分かるみたいなものでもないですもんね、はい、まあ、そのうちこう脳内ホルモンのバランスを数値的に見れる時代が来るかもしれないですけど、あ、だと素敵なんですけどね。 あなたはセロトニンが多いからこのタイプですね、はいはいはい、はいのが来る時代が来る8かもしれない、うん、やってみると、はい、だから本当はこうあなたは意識的にそうやって6とか3とか言ってるけど、はい、脳内物質を調べるとあなたは8ですみたいなのは全然ありえますもんねそんなの、うん、結構圧は強いって言われるんですよ、うんうんうん、あの腰は低いけど、うん、結局やれって言ってますよねってあの、うん、口調が柔らかいだけなんですよ、うんうんうん、やらせるんですね、はい、すいませんお願いしますってできないんですすいませんそこなんとかっていう諦めない諦めない圧は強いって言われます。はい、面白いです。はい、まあ、探っていきましょう探っていきましょうですよね。まあ、結論としてはそういうものはないですですよね今現時点で、今現時点で、うん、はい、でそのうちそういうなんか脳内物質調べて分かる時代が来るかもしれない、来るといいですね、はい、っていうぐらい。そうするとみんな嘘つきかもしれないですよね。みんな違う。今エニアグラムの有名人たちも、そうそう、有名人たちもみんなタイプが違うかもしれない。見てる人たちも、はい、僕も9じゃないかもしれない。その可能性は全然ありますよね。そうそう、はい、うん、そんな感じでいかがでしょうか。はい、まあ、結局人が枠を作っただけですもんね。うんうんうん、はい、その神様にそんな文句なんて、うん、エヴァンゲリオンの話ですよ。エヴァンゲリオンはまだ僕は見てないです。ああ、そうかそうか。はい。というところです。はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。